皆さんどうもラーメンドドヒーです。これはただのラーメンだな。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きにゃくです。ポプーの続編やってきたぞ。パワーアップしたステージクリアできるかな。難しくなろうがいけちゃうよ。それじゃあ前勝ったメンバー引き連れて行ってみよう。あとは出撃条件がどんなかだね。どれどれ気になる条件は。よし、見なかったことにしよう。そうはいかないでしょ。レアと激レアのみだって。条件きつくてあじゅっぺじゅっぱ。こいつはどうしたらいいもんだろうな。とりあえずレアと激レアの強いやつ連れてけばいいか。ここにシンカリオンを入れてこんな感じでいけるかな。まずは一度戦ってみなきゃよくわからんか。それじゃあまずは負けに行ってみよう。負ける気満々なのかよ。だけど前戦ってるメンバーを見た限りそこまで強くはなそうだ。だから余裕のよっちゃん89歳。いや、ちゃんと勝利。まずはお金を貯めてった方がいいかな。だけどそこまでお金かかるキャラばかりじゃないもんね。だからもう最初からガンガン攻めてった方がいいかな。それにこっちにはカンカンがいるからね。カンカンで敵を倒せばお金が2倍に倍っていうか、こいつ毒使ってくんのかよ。天使みたいな見た目しといて毒なのかよ。毒で体力削られていく。こんな攻撃耐えられないよ。だったらもうやられてもやられてもこちらひたすらキャラ出しまくればなんとかいけるか。確かにレアと激レアならどんどん出せるもんね。どんどん行くぞって。もう攻撃されてない。もう攻撃されちゃってんなって早すぎなんだけど。どうにかして距離を離さないとね。だから大砲撃ってみたんだけど効かなかった。これはもう人生終わりで残念観念なんてやねん。どうやそうってギャグ言ってる場合じゃないから。自分でボケて自分で突っ込んでじゃないよ。 ありがたいことに取り巻きはそこまで強くないからね。だからぷよぷよ野郎をガンガン攻撃しまくって後ろに押し返していくしかないね。そうだね、急がないと攻撃のたびにこうやられてってるからね。1回の攻撃で4000減ったのか。思ってたよりは少なくてラッキークッキーおいしいし。時間には余裕があるから急いで倒しとこう。押されることもなく必死に戦っていく。未だに後ろに下がってくれないよ。さらには攻撃力アップまでしてるじゃないか。ダメージは何個くらったんだ。1万2000とかかな。めちゃくちゃ攻撃力アップしてるじゃないか。これはもう急がないとあっという間に投稿されちゃうぞ。急に状況悪くなったね。だからってキャラ出す以外に他なんかできることもないしな。もう倒してくれるの祈るだけだね。まず取り巻き出てこなくていいよ。もう邪魔くさい邪魔くさい邪魔くさい。これ以上出てこないでくれ。ポップにもっと攻撃しなきゃいけないっていうのにね。かなりダメージ食らってるよな。もう終わっちゃう。もう終わっちゃうか。正直レアと激レアじゃ勝てないようになってんだよ。これ課金してプラス値めっちゃ上げないと勝てないようになってんだ。こんな厳しいことしてこないでしょ。そろそろ終わりにしてくれ。頼むから終わってくれ。本当にもう負けちゃうよ。いけたいけた。党の体力あとちょっと。あと2回攻撃されたら負けてたのか。危なかった。さあ、あとは党を壊してクリア。楽勝のシュッシュのシュン。どこが楽勝なんだよ。ギリギリだったのに。だけどここからが本番なんだよな。メンバーはまず毒対策できてるキャラをガンガン連れてこう。ハーデス、ラスボス、クロイズ、毒対策キャラも増えましたな。それじゃあこのメンバーで余裕のよっちゃん89歳。いや、ちゃんと勝利。余裕でいけたらいいけどね。敵はどんなのが出てくんだ。バリア野郎じゃないか。こっち対策してないよ。こいつ倒せず負け確定。ありがとうございます。あ、だけどクロイズで壊せなかったっけ。クロイズ最強なんだけど。それじゃあバリア野郎はもう大丈夫ってことだから
あのデカ羊さえ気をつければいいかな。だけどこれだけで終わっちゃうならさっきとそこまで変わんないんじゃないの。まだまだヤバいやつ出てくるってよな。勘弁大弁勘弁大弁と言うさ。とりあえず誰が出てきてもいいようにお金を貯めておこう。ここにハーデスラスボスも加わればいけんじゃないのかな。ゴリラ野郎が出てきたよ。こいつは勢いがあるからやだな。ぷよぷよ野郎にこの勢いが加わるとちょっと厳しいかもしれない。とりあえずハーデス出してあとはラスボスだ。それにしてもなかなかポップ出てこないね。ということはと攻撃したら出てくるパターンかな。こんな焦ってキャラ出さなくてもよかったか。お金貯まってから向かってってもよかったのかもしれないね。じゃあもうラスボスは一旦諦めて他のみんなで攻め込んでこう。ゴリラ野郎をとっとと倒して突撃だ。通り巻きに新たなやつ追加されなきゃいいんだけどね。このままでは終わらなそうだよね。逆に終わってくださいよ。ゴリラ野郎だってそう簡単には倒せてないんだからさ。よし、塔に到着だ。あとはめちゃくちゃ弱いやつ出てくれよ。お願いします。うわ、フグ野郎いるじゃないか。これはまためんどくさい敵が出てきちゃったよ。厳しい相手だね。ぷよぷよ野郎だけでも大変だっていうのにぷよコロメンバーかよ。なんとか転がし返してるけどこのままいけるかな。まあハーデスさえやられなければこのまま押されることもないか。頼むから押されないで。あっさり押されてんだけど、このままだとそこでやられちゃうよ。急いでフグを倒さないと。急がないとヤバくなってきたね。急げ急げ急げ。そこでやられた。相手が急いじゃったよ。ハーデスいなくなっちゃったけどラスボスとクロイズでなんとかなるかな。頼むからもうあっという間に倒しちゃってくれよ。お願いします。やばいやばいやばい、やられそう。ラスボスあっさりやられる。クロイズもあっさりやられる。ここから負けちゃうの。やだ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 。だだこねたって仕方がないでしょう。こっちの塔に来る前になんとかならないかな。ハーデスのおかわりだったらなんとかなるかな。急いで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 くれ。じゃあ、このままやられちゃう。ハーデスナイス。ここからまずはフグ野郎を倒しようよ。フグ野郎さえいなくなれば勢い落ち着くだろうからね。そろそろ終わってくれてもいいんじゃないのかな。なかなかやられないな、フグ野郎。こいつ無敵なのか。ハーデスまたやられちゃうじゃないか。せっかく立てたのにまたまた厳しい状況だね。ここからの大逆転だと思ったのにゃ。ハーデスもいなくなっちゃった。もうこうなったら無理だよね。負けちゃいました。おちょぺちょぱ。こうなったらメンバー変更だ。ハーデスだけじゃ物足りないから壁増やしちゃおうかな。そしてコロコロ対策鬼にゃんま。お金が欲しいからカンカンも入れてこのメンバーで行ってみよう。これでリベンジオレンジマジマンジ。次は勝てるといいけどね。ちゃんと対策してんだからいけるでしょう。まずはしっかりとお金貯めとこうかな。焦ってクロイズ出さずに相手が来るのを待っておく。そろそろ出してった方がいいかな。このまま負けちゃったらやだもんね。さらにお金たっぷり欲しいからカンカンも出しておく。カンカンでとどめを刺せばお金ビチョビチョ。ガポガポね、ビチョビチョにされても困るから。お金一気に貯まる。これはめっちゃ嬉しすぎるな。カンカンもっともっと倒してけ。そしてハーデスラスボス出せるようにしちゃってよ。そろそろハーデス出しときますか。あっち行くまでまだまだ時間かかりそうだからね。それでもお金はまだまだあるぞ。じゃあ鬼にゃんまも出していこう。カンカンのおかげでお金はほんとすごいね。ラスボスも出しとこう。出てきたな、ぷよぷよやろう。みんな間に合う予定だったんだけどな。かなり距離あるな。到着する前にクロイズやられちゃうとちょっと困る。まあおかわり出せてるから大丈夫だけどね。鬼にゃんまも到着。やられそう。やっぱり毒対策ないキャラには辛すぎかな。
あれだけどフグ野郎倒せた。鬼ニャンマの攻撃力アップ強すぎる。こうなっちゃったらもうぷよぷよ野郎一人だけじゃどうすることもできないでしょう。これはさすがに勝負ありだね。みんなでゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし、じゃあこれ以上戦うのもかわいそうだしとっとたとどめさしちゃえ。あっさり終わりでハッピーハッピーハッピー。そしてあとトークをしてクリア楽勝のシュシュのシュー。というわけで絶終わりでバイバイバイポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。